きぶりです。今日は何してたの？今日何もしてない。じゃあ着替えました。とりあえずそう、この服めっちゃ久しぶりに着たらとても糸が切れていた。暑そう。今日衣装チェンジ、衣装チェンジしました。暑い。星がすごい。え、ありがとう星、うん、33度、暑いやん。ガチもんや。明日ってさ、撮影可能なのかな。めっちゃ天気いい。それな。ダメとも何とも言われてない。え、ね、どうなんだろう。全くわからない。15時半まで。うん、星集めてくるざます。ありがとう。うん。明日配信で見ます。だって配信で見てね。え、受ける。待って、私ずっとこうやってやってたのに一番端だったから切れてて映ってない。ずっとこうやってやってたのに切れてて映ってない。え、やばい、私のこれが妨げられてる。ずっと言ってたよ、こうやって。まさかの映ってない。ぜひ皆さん見て、確認しに行ってください。うん、ステージでやるしか。だって、え、もうね、やろうと思わなくても出ちゃう。何の動画ですか？ TBC 夏祭りっていうイベントに明日出るんですけど、それのなんか PR コメントみたいな撮ったんだけど、ずっとこうやってやってたのに映ってなかった。糸おかしやね。うん、
しましまの服いいねだって。いいでしょ、結構これめっちゃ着てる、ずっと着てますこの服、4年ぐらい着てる。星集めにもうせいちゃんのルーム行ったら桃聞いてた。いいな、食べたい桃、食べたい。帰り道は帰り道は遠回りをしたくなるよ、どこに行けばどこに着くか、過去の道なら迷うことがないから、弱虫新しい世界へ、今行きたい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 、強くなりたい。さっきツイッターでね、家でセミを育ててるみたいな人見ました。家でセミを なんで羽化させてんのかな、セミカーテン、なんかカーテンでカーテンに引っ掛けてた、カーテンでセミを浮か、そんなんできるんや。だって、うん、セミの栽培を半自動化することに成功って、すごいよこれ。カーテンにいっぱいセミついてる。何のために、何だろう、糸おかしい。でも見れてよかった、見れてよかった。てかそういうことする人がいないから。次髪の毛染めるんだったら何色がいいですかね。今は何色でもない。何色でもない。ピンクブラウン。ああいいね。ブルーブラック好きだった。あいいよね。私も好きだった。この服女子力高くて可愛い。ありがとう。カーテンの色の影響が随分赤く見えるよ髪。確かに光でさ髪の色って変わるもんね。明日は何時起きですか。めっちゃ早いです。めっちゃ早い。
昔インナーカラーの青を入れてた時の好きでした。緑かな多分緑入れてました。なんか私池田エライザさんが好きで、めっちゃ池田エライザさんがインナーカラーをしてて、なんか蛍光ピンクみたいな、オレンジ味のピンクみたいなのやってて可愛いなと思って、私もしたいけどピンクだったらちょっと目立つかなと思ってインナーカラー入れてるのをバレるかバレないかぐらいの感じで行きたかったんですよ。そう、それで、まあ、緑だったらバレなさそうと思ったらがっつり緑になっちゃって、なんかそうビビりました。なんかオリーブグリーンみたいな感じが良かったんですよ。でもなんかめっちゃ真緑になっちゃって、え、あれってなって、めっちゃ目立ってたネギかと思った。マジでネギ色だった。そうだからめっちゃ早く色落ちろって思って頑張ってた。マジでネギ色でした。なんか思ってた緑、なんかオリーブグリーンとかが良かったんだけど、美容師さんがなんかオリーブグリーンだったら色落ち早いから、なんか結構強めに入れた方がなんか色落ちの経過も楽しめていいと思うんですけど、そうしますかみたいな感じ言われて、初めてのインナーカラーだったからなんかあんまりこうしたいああしたいとか分かんなくて全部任せたんですよ。はいみたいな。そしたらなんかマジでネギ、こめかみからネギ生えたみたいになっちゃって、そう あれって思って、でももうこれだったら髪の毛下ろしてたら隠れるかって思って、そうこめかみからネギ生えた。インナーカラー、インナーカラー。今あやねちゃんとかやってるよね、なるみさんとか。お代理この時間珍しいね。そうイベント中だから、イベント中なのでやってますね。順調にクリスマス近づいてるね。ね、嬉しい。もうすぐだ。あと5ヶ月ちょっと。
と5ヶ月ちょっとでクリスマスです。皆さん皆さんクリスマスイエイ。クリスマス協会からエリちゃんにオファー来ちゃうわ。だって何の何の、久しぶりにエリナダル出ちゃった。ね、煽るなら煽ってみろよ。だって、え、なんでクリスマス、クリスマス、あ、クリスマスだから、え、そういう意味じゃないですよ皆さん。クリスマス、あ、みんな一人ですねみたいなこと全く言ってないんですけど、私、皆さん被害妄想がすごい激しいですね。被害妄想がお激しいでございますわ皆さん。わかんない、私にとってはクリスマスはクリスマスだけど、皆さんにとっては普通の一日かもしれないですし、うん、まあ、クリスマスはね、まあ、あってないようなものですから、うん、うん、今年のクリスマス日曜日だね。だってね、ねとか言って、知らないけどね。セミってさ、日本以外にもいるのかな。セミっているのかな。いますよ。だって、えー、いるんだ。英語、英語でセミってなんて言うんだろう。ヘイシリ。はい。セミ、英語。ヘイシリ。え、壊れた？ヘイシリ。セミ、はい、英語。検索よろしく。少々お待ちください。え、やっているところです。大丈夫？めちゃ考えてるけど。問題が起きました。やり直してください。マジか。
つわじゃ。セミ、英語。夏バテしちゃった。スケーラ、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 スケーラ。はい、了解。らしいです、セミ。シカーダ。セミ。発音良すぎて泣いただって。あ、どうも。ヘイシリ。はい。ラップして。消えちゃう。ヘイシリ。はい。ラップして。ヘイシリ。どうもこんにちは。ラップして。ラップして。お任せください。では行きます。ヘイヨジェケラ、家に着いたら手を洗おう。大事なことだし頑張ろう。自分を守ろう。周りも守ろう。みんなで一緒に戦おう。イエー。レジスタンス、ウォッシュユーハンズ、除菌のチャンス、任せてシリのアシスタンス、必要なのはソーシャルディスタンス、掴もう、石鹸、洗おう、で、時間をかけよう、20秒、イエー、おーいえ。ありがとう、ありがとう。どういたしまして。すごい。なかなかの力作。ね、時代に合ってる。ヘイシリー。はい。暑すぎ。仕方された。反応なかった。シリ。あ、3周した。ウィーだって。皆さん3周できましたか？できた。お、嬉しい。よかった。シリラップもできるらしいです。ぜひ皆さんもシリにラップしてって言ってみてください。セミを韓国ではメミって呼ぶよ。へえ、メミ、スイケラー、セミ、メミ。おお、すごい。三カ国語バイリンガル。トリリンガルだ。トリリンガル。二カ国語がバイリンガル。え、じゃあ私じゃあトリリンガルだ。セミ、スイケーダー、メミ。俺も3週終わった、ありがとうございます。
ぜひこれを配信見てる方でまだ違う国のセミ分かるよって方いたらぜひ教えてください。中国語でちゃんかわいい、ほんとやば、私4カ国語できた。ちゃん、セミ、シケイダー、メミ、ちゃん、ちゃんっていうんだ、かわいい、めっちゃ。セミ縛り、あ、シム、これはなんて読むんだ、広東語はシムらしい。じゃあシムシティってセミの街ってこと、本当は。シムシティってセミの町？え？マジか。すごい。初めて知った。気づいちゃった。シムシティ知ってる、めっちゃやってたもん昔、持ってましたゲームソフト。ギリギリ3週終わったので、お、ありがとう皆さん、あと2分で配信終わります。皆さんありがとうございます。いや次は15時からの配信になるので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。15時が終わったら次10時ですね。はい、あ、間違えた、17時だ。そう、間違えた。じゃあそろそろ、あ、ナウやって、ナウ、じゃあおランキング読みます。いきます。13位ユミユミ旦那、12位 CDH48、 11位マコピー、10位バスター、9位ファデル、8位マカシアとおだし、7位ごめん先生、6位プロスペクト、5位クルリン、4位あ変わった秋元太郎、3位アイルトン佐藤、あと今村美月、おみちゅー、2位まああとおだし、そしてクマティー、ありがとうございます。まさかの、ありがとうございます。じゃあ皆さん次は17時からだよね。むずい、この数字。17時から配信なので、ぜひよろしくお願いします。3時のおやつありがとうって、こちらこそありがとう。ではまた来週じゃなくて、また2時間後、バイバーイ。